だ。このままオープニング行こうか。どうぞ。今日は、住みない抜きシリーズ、あたまた、第3話。あーもうすごい映ってない。カメラマンの一人船、第3話で来させてもらってます。準優の90、11、ただ9レースがもう出走するんでちょっと走ります。喋られしんどい。解明解明。あ、解明は、1の2の4 1、4の2、3で全部マンバリで使ってます。はい、はい、解明解明解明。なんとか間に合いました。解明解明。もうちょっと本場で買うことできなかったんでネットで買ってきました。とりあえずごめん、ミッション発表する。あ、そうやった。何やったっけ何やったっけ。とりあえず収支を暮らせね。収支暮らす。ボックスボックス、ごめん。収支プラス、3点以内、うん、1玉以外、あと2個、オッズ関係かな。オッズ20倍以上。あとはもう何でもいいよ。あとはもう、フーチにビールをおるとか、フーチにビールをおるビールのホルモンド次回確定。さあ、フーチとシュンが時間ない時に一人で撮れるっていうで始まった企画でさ、俺がカメラマンやでもシュンおらんからな。カメラマンやってさ、まさか一人でやってるっていう、めっちゃシュン。何だったっけ。1の2442、1の2442と、14の3だから4が軸よ。完全に完全に4が軸よ。4が軸よ。ほら来た、ほら来た。14や。何？14の今3。当たりや。5。いや、5はいらん。5はない。ないない。もうもらった、もらった。もらった、もらった。はい、もらった。はい、もらった。サンキュー。よっしゃ。1、3、4はない。いや、大丈夫です、これは。嫌な予感するわ、これ。絶対大丈夫。ほんま？もう多分どうなる。すごい態度悪いけど、もう取った気分やね、俺。大丈夫？これ大丈夫？これ大丈夫？黒の大丈夫？はい、さあ。よっしゃ、完璧。え？知らん。知らん。いや、ほんまにマンバリやから俺。でも2桁はあるぞ。あるある。ちょ待って、これマットちゃん。え？マットちゃん。なんで？マットちゃん。マンバリ的中あったよな。もうクリアしてる。そんなあったっけ？あったあった。初っ端のちょっとオープニンググダグダなんですけど、これ撮るだけでちょっと、もう帰る？帰ろう。ええやん、マット来た。ちょ、ほんまこのまま行って、このまま行って、すごいわこれ。すごいわこれ。24倍。マジで？はい、おはようございます。マンホーカメラマン、マサです。今日は、住之江ルーキーシリーズの、準優戦90、11レースの予定できてるんですけど、ちょっと、まあ僕とカメラマン、フーチの都合でちょっと遅くなっちゃって、9レースが、ネットで購入っていう形になってしまったんですけど、一応、取れました。お前らの MC ちゃんと購入履歴他にないかどうかそれちょっとあれやわ、あんま言ったらあかんわ3点、マンバリーで、24.9 倍、24万9000円、一発目からまあ上々の滑り出し、滑り出しっていうことで、まあ今日負けることはないな、これで、はい、負けることはないんで、まあ、あの動画継続確定と、マサ、はい、無条件で3回動画続ける、あれ出します、うん、ミッション出します、うん、帯を取得する以上です。あ、帯取得したらもう無条件であと3回、無条件であと3回はもうミッション関係なしに俺一人でできる、うん、そうそうそう、もう俺自分のチャンネル作ろうかな、作りもういいや。まあちょっといろんなこともね考えながら、まあ今日こそ一レース目滑り出しいので、はい、90、11、今まで1レース、2レース取って3レース目外すを繰り返してるので、今日こそ3連続的中させたいなと思うんで、今からは本場でしっかり船券買ってやるんでお願いします。お願いします。じゃあビールとホルモン買いに行こうか。あばすはい、おはようす、ワンホールのフーチです。え、そっからまた1からやんそれ。
次10レースね。いいよ。10レース、まあ1号艇中谷選手、まあ SG やっけ出てたよな。 SG 出てたりとか、まあもうそのな、今日も1個イソ走ってるレース、何レースか忘れたけどあったんですけど、まあそのレースもやっぱり綺麗やなっていう、 5枠かな、5枠から2着1号にで入ってたので、やっぱり間違いなく逃げるでしょうっていうので、インから、1-2の3-4で1-4の2-3にしてます。ほん、これ結構3号艇4号艇悩むところで、井上選手と、新海選手どっちかに絞らなあかんかなと思った中の新海選手、はい、2枠4枠からの新海選手の差しってやっぱ結構見るかなっていうので、まあ、その辺も含めてモーターがもうちょっとよかったら自信持って1-4で行ってたんですけど、 1-2 でちょっとやってます。もうすでに分かる。何があった1-2-3-4 1-4-2-3内藤がいな、内藤がいって一緒にすな、1-3だけ NG。 中谷やん、いける、いけるしかない。あーもう取った、もう取った、もう取った、すっ、あんの買おうとしょってんって。なんで、なんでそんなデスメみたいな顔してんの。やめろ。俺と3号艇買おうとしょってんって。ちょ待って、それはかも。それですよ。俺買おうとしょってんって。それですよ。マジですよ。え、俺やってるやん、じゃあ。はい、お疲れ様です。おいっす。一応今日が水曜日。てかさ、チャーネン今日水曜日や、うん、今週の日曜日に、うん、春台風打ち前やった覚えてる？いや覚えてない。やってんねんか、それの罰ゲームバーベキュー全部おごるっていうのが今週の日曜日企画されてるから。俺負けた？負けた。負ける？俺がするに。まあそれはお前が払ってもらって俺は美味しくバーベキュー食べるから、うん、そうだね。そうっていう予定にしてるかな。てかさ、うん、俺言おうとしとって、うん、春さ、うん、視聴者参加型俺と対決した時さ、うん、負けたやん、俺にボコボコにされたやん、あいつここで、うん、ここで あいつ T シャツプレゼントっていう罰ゲームあったんやん。オリジナル言ってた、言っとったん、それがマジで、マジで全然覚えてないよ。罰ゲームはオリジナル T シャツ作って視聴者にプレゼントしますって言っとったんや。あいつ完全に忘れてるからさ。忘れてんの、うん、で俺この間負けたから今15枚プレゼントやろ。そうそうそう、あいつも旬も追加で15枚買い取ってもらって。あ、ハンガーちょうどいいやん。今ツイッターの応募が250人ぐらい来てるから。わお、サンキュー。旬から追加で15枚。よっしゃ、5枚。各色5枚。よし。で計30枚。はい。大体まああと応募増えたとしても大体10人に1人ぐらいは当たる計算で。いいね。あまりにも当たらなすぎるからな、ほんまに。うん、お疲れ様です。さっきの10レース、はい、やったなあれ。まあまあ1-2の3-4と終わったことを悔やんでも仕方がない。1-3-4-2、やっぱ残る2号艇上田選手残るっていう手で買わなあかんかったなっていう反省、次につなげるためので、次が、インが、木下翔太選手。もう逃げるやろ、逃げるやろ、木下翔太地元やろ、スミラーの スターやね、もう今となっちゃう。逃げるやろ、逃げる。2号手が野中一平選手、はい、ただこれ、1-2 が6しか勝ってない。松山選手が、一応前付けもあるので、勝負してくるんじゃないかっていうので、もう3着には入ってきてほしいっていうのと、1-2-3買いたかったけどオッズが、4. 何倍買えません、いや買いませんので、1-2の6で、1-3-6-2、本来なら1-2-3-6-1-3-6-2のところを1-2-3だけ削る形で1-5000、1-5000、1-4000の4万円、これ取ったら先の分も返ってくるんで気持ちよくプラスで買える。まあもうプラスやけど、なんかちょっと深なったな、ちょっと深なってない天井、うん、まあいっか、まあ、それでも逃げるやろ。出てないか、ほら。どうやねんか。ああ、最悪。
3になってくれ、頼む、1、3になってくれ、させ4やか、それ4か、これはめっちゃミスやわ俺、やっぱり4来たか。お疲れ様です。91です。順位戦、最初のネット外っていうちょっとね取ってんのを出せんかったけど、3分の1です。取ったんかな、聞いてる、パッとせんな、返事した方がいいよね、返事する程度喋ってんのそうか、パッとせんな、ムカつくなお前。あのミッション忘れたんでこの辺に入れてます。はい、ここにミッション出してます。まあ、間違いなく、ミッションは達成してるかなと思います。素晴らしいですよね。はい、で今日の投資が全部で10万円、はい、で回収が249,000、はい、ナイス、プラス149,000、ナイス。まあこの企画でも全部プラス呼ばれてるっていうのはすごいいいことかなと思うので、すごいんじゃねそれ。まあ今後もちょっと続けていきたいのと、ちょっともう今日は反省するところがいろいろある。あるな、4号艇の5稼働、1、2の3、4、1、3、4の2、買い方の悪さがちょっと出たなと思うので、まあちょっと今後につなげて。また言われるやんコメント欄、フーチとカメラマン変われとか、シュンとカメラマン変われ撮ったからな。まあちょっとそういうのも含め今後にやっぱつなげていけるかなと思いますね。今日なんかいいとこがあんまりなかった気して、なんかパッとしてないねんな。最初の興奮でちょっと冷めちゃってるよな。冷めちゃってるよな、うん、っていうのもあるんですけど、まあこの企画自体は、まあ、結構コメントでも続けれるように頑張ってくださいっていうのをすごいいただいてるので、うん、ちゃんと返せよ。返してるから全部。ほんまかそれ、うん、で、まあ、10回ぐらいは続けたいって言ったら、なんかそんな続けるみたいなもう編集されてましたけど、20回ぐらい続けれるように頑張るんで、また練習する、今後も、見ていただいている方は応援の方よろしくお願いします。はい、お疲れっす。はい、今日もありがとうございました。スーちゃんありがとう。カメラ、こちらこそ。はい。